いきなりですが先に言っておきます。今日の動画、人にとってはすごくショッキングな内容になります。ただどうしても話したいことがあって、僕自身も怖いんですがこの動画撮っています。今日の話は生きていれば必ずぶつかる話です。そしてその時には絶対に知っておいた方がいい話です。そして今日最後には大切な話をしますので、必ず最後まで話を聞いてください。申し遅れました。あかんだ。私、内科医のドクターハッシーと申します。どうぞよろしくお願いします。その内科医という性質上ですね、やはりがんの患者さんやその家族の方とお話しする機会が多くあります。そこで今回はですね、その僕が経験した臨床経験だったりとかですね、エピソードについてもちょっと触れつつ、がんの患者さんには言ってはいけない言葉というテーマでお話しさせていただきます。具体的に今日の話の流れはですね、こちらに書いておきました。がんの患者さんに言ってはいけない言葉、まずですね、この言葉について考えるためにはですね、そもそもがんって何っていうお話をしなければなりません。そしてその後ですね、がんの患者さんに言ってはいけない言葉5、4、3、2、1、これも1分ぐらいでお話させていただいてですね、そして逆にじゃあ言って OK な言葉ってなんだよって話になりますんで、言って OK な言葉について終わらさせていただいて、最後大切なことですね、今日の動画全部まとめて、まあ大体1分から長くて10分ぐらいのお話になると思います。禁句から知りたい方はですね、言ってはいけない言葉こちらから見ていただいても結構ですが、ただがんとは何か意外に知られてないことですね、がんとは何か、これきちんと知っておいていただくとですね、今後もいろんなことにね、医学の知識が応用できるようになりますんで、まあ最初から今の流れでね、見ていただくのが一番いいんじゃないかなと思います。まあおそらく大体1分ぐらいですね、長くて5分ぐらいで終わると思います。どうぞよろしくお願いします。それでは早速お話ししていきましょう。まずはじめに、がんとは何か。はい、まずはじめにがんとは何かというお話ですね、ちょっと絵を描きながら説明していきたいと思います。今日の話ですね、皆さんにね分かっていただきやすいように、よいしょ、ホワイトボードもねたくさん用意しましたしね、マーカーもすごいたくさん用意しました。ちなみにですね、このドクターハシーチャンネル、チャンネル登録してくれてる方のことをハシラーさんと呼んでいるんですが、ハシラーさんにはですね、あまりに絵が上手すぎてですね、画伯と呼ばれてますんで、この間なんかコメント欄に個展を開いてくれなんて言われましたからね、絵にはすごく自信があります。まずはこれが人であることを認めていただいてですね、人間は初っ端からこの形だったでしょうか皆さん。はい、違いますね。人間というのはやっぱりお母さんのお腹の中にいる時からね、徐々に徐々にこうやってね成長していって、気づきはこの人間になっているわけですね。なので実はこの形で始まっているわけじゃなくて、ちょっともう一個絵描きますね。お母さんの子宮の中で人間は始まっているわけですね。なのでちょっとね絵描きましょう。これですね、一番初めの元、こいつですね、こいつが徐々に大きくなってこいつになるわけですね。一番初め、本当に最初の1個もちっちゃいこいつから始まるわけですね。さてこいつをちょっとクローズアップして見てみましょう。ママの卵ですね、最初はママの中に卵がありますね。でそこに対して、まあパパの愛がですね、こうやってピョピョピョってこう、まあ何億個っていう風にね、パパの愛こういう風に言ってですね、でたどり着いた愛だけがですね、この卵という愛の中に入り込んでですね、愛っていう感じでこうやって一人の子供の元になるというわけですね。さてこの一つの卵ですね、これなんていうか、愛が入り込んだ愛ですね、これをなんというか皆さんご存知ですか。はい、そうですね、これ受精卵っていうんですね。この受精卵がお母さんの内臓ですね、いわゆる子宮っていうところにこうやってペチョってこう着床くっついてですね、そしてここから徐々に大きくなって人間になっていくよというわけなんですね。なのでこのヒューマンですね、人間の一番初めはなんというかと言いますと、はい、そうなんですね、これ受精卵というものから始まるわけですね。もともとは受精卵、これがどんどん何かをしていってこういう人間になります。さてその何かをしていく、どんどん数が増えていくことを何と言うかと言いますと、はい、ありがとうございます、増殖っていうふうに言うわけですね。どんどん細胞が増えていくわけですね。さて皆さん、このですね増殖、するときにですよ、受精卵、まあ一番初め最初1個のね、受精卵が始まって、それが徐々に数が増えて人間になる、想像つきますか。いやなんかすごいことが行われてるんだなって、しかもお母さんお腹の中でですよ、なかなかすげえことを行われてるんだなって思いませんか。その過程を勉強する学問ですね、実は発生学と言います。そしてこの発生学を理解しなければ、このがんについてとか、そのがんを踏まえて上での言ってはいけない言葉とか、こういうのにですね、つながっていくわけですね。なので知らなきゃいけません、知識を身につけましょう。その発生学、まあ医学部の中でもですね、実はめちゃくちゃ難しい学問です。発生学はもう誰もが進級する時の壁というふうにね言われるような、そんな学問なんで、ちょっとねそれをですね、まあ皆さん見てる方全員が医学生じゃないと思うので、すっごい分かりやすくギューッとね3秒ぐらいでね説明させていただきたいと思います。3秒かかりませんでしたね。卵がすごく増えますよという話なんですが、これねちょっと詳しく言うと3秒じゃ収まらないんですね。ちょっとだけ話しましょう。なるほど。これ受精卵って言ってるんですけど、すっげー分かりやすく言うと、これ1個の細胞です。細胞ってやつです。何かというと、細かい袋と書いて細胞です。で、これまあ1個の細胞なんですけど、この細胞の中にはですね、こうやってなんかあるんですよ。で、このなんかがあることで、こいつがですよ、こいつが2個増えて、その後に
4個ってなって、その後、はい、8個ってなって16個、32個、64個ブワーってなっていって、最終的にはうわっこれ32、1兆個とか2兆個って言われてるんですけど、31兆個、32兆個の細胞の塊になるんですよ。これなんというかと言いますと、はい、これが人間なんですね。ということで1個の細胞が細胞分裂してジャ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 ってどんどん増えていくよと、これで31個32兆個なんですが、すっごいポイントはこの最初に書いたこれです。これがめちゃくちゃ大事です。これを何と言うかというと、遺伝子、いわゆる DNA ってやつなんですけど、これちょっと細かく書かせてください。これはですね、もう結構かなりね、あの医学部の初級レベルなんですけど、医学部レベルになっちゃいますからね。すごいですよ、これ知ってたらめっちゃすごいです。はい、これですね、これ細胞でございます。細胞の中にはですね、核と言われるものがあります。核ですね、ちょっと書いていきましょう。核というものがあります。で、この核の中にはですね、こいつ、これも二重螺旋構造、二重の螺旋になってるこういうやつですね。これのことを何と言うかと言いますと、はい、これが DNA ってやつなんですね。遺伝子と言い換えてもらっても大丈夫です。この DNA、 二重螺旋構造の DNA が、この細胞がですよ、はい、これ今何しました、はい、これ増殖しましたよね。1個の細胞が分裂したとかって言うんですけど、分裂とか増殖しましたよね。分裂増殖したわけなんですけど、分裂した時にあれと、お前も2個になってねえかと。なので分裂する時にはこの DNA っていうのも2倍にならなきゃいけないんですよ。2倍にならないと分裂することができないんですね。なのでこっからここに移動するこの途中に何があるかっていうと、今のこの書いてるところ見ました？もう一回書きますよ。こいつがこいつに分裂するとき、何が、その途中で何が起きてるかっていうと、いいですか？二重螺旋構造があって、これを倍にしなきゃいけないので、こういう感じなんですよ。めっちゃ濃くなるんですよ。濃くなって、それでオリアってポンってバチってぶち切れるわけで、そうするとこれ2個に分かれると。ということで、細胞増殖をするときには、細胞分裂する手前では何が行われるかというと、この核 DNA が2倍にならなきゃいけないんですね。で、これを2倍体とかって医学の用語で言ったりとかするんですけど、まあそれは置いといて、要はこれめっちゃ増えるんですよ。増えたおかげで分裂、増えたおかげで分裂、増えたおかげで分裂っていう風にやっていくわけですね。これが人間の細胞分裂、どん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 人間になっていく仕組みです。そしてここからもう一つ大切な話します。さて皆さん、ちょっと自分の手見てみてもらっていいですか。自分の手ですね、自分の手にですよ、ちょっとなんかズバッとこう、例えば傷ができたとするじゃないですか。ズバッと傷ができた時にどうです、数分後じゃない、嘘、数日後治ってるって思いませんか。傷ができたところ、なんかもうちゃんと治っているんですよ。これどうして治るかって皆さんちょっと疑問に思ったことありますか。それを絵に描きますよ。人間は30何兆個、31兆個の何の集まりだってお話しましたっけ。そうですね、人間は細胞の集まりなわけですね。こいつも30何兆個のこういう集まりなんですよ。細胞がこうやって集まってるわけですよ。で、ここがズバッと今切れたわけですね。これちょっとクローズアップして絵描いてみましょう。こういう風に細胞がこういう風に集まってできたのが人間なわけですね。で、これこの手の甲のところですよ。これこの手の甲のところでズバッと傷が入ったと。じゃあ行きましょう。ズバッ、はい、傷がつきました。傷がついたらそこの細胞は当然壊れてしまいます。なんでちっちゃい袋だからです。ちっちゃい袋は壊れたらパンといきます。なのでここ消えます。はい、やばいですね、消えちゃいましたね。で、周りのところはまあこうやってくっついてるところがあるので、まあこういう感じですね、いわゆるね、うん、まあこういう感じでくっついてて、ここのところはズバッとこう怪我しましたよって感じですね。さて、このままではよくありません。なぜかっていうと、皮膚はバイ菌からのバリアなんですね。なのでバイ菌が入ってきちゃうんですよ。で、入ってこないようにするためにはここのところやっぱり再生しなきゃいけないんですよ。さあ、どう再生させますか。はい、これ実はですね、ちょっと赤で書きましょう。この細胞ちゃん、まあこの細胞ちゃんが例えば増殖することによって埋めてくれるわけですね。っていう風に、これ隣のやつがこうやって、こっちのやつかもしれませんけど、こういう風にね、こっちだったらこうかもしれない、こうやってですね、細胞が埋めてくれて、それであ、治ったねっていう感じになるわけですよ。ちょっとすごくないですか。傷ついたところの周りが頑張って成長して、それで増殖して分裂してくれて、そしてこういう風に埋まっていくと。これが人間の再生っていう仕組みなんですね。ちなみにこれは人間の皮膚だけじゃありません。この内臓とかでもそうです。例えば顔の皮膚とかでもそうですし、髪の毛だって抜けたらまた生えてくるじゃないですか。もう全部同じの仕組みです。要は細胞が分裂して増殖することで、人間って今の状態を維持できるんです。維持できるってどういうことかっていうと、例えばですよ、ズバッと切れました。切れた時にじゃあ周りが増えてくれます。増えてくれるけれども、さらに増え続けちゃったらどうなりますか。
そうそう、盛り上がっちゃいますね、ボコーンってなっちゃいますよね。オッケーオッケー、それで連続食でいいよ、止めとこうぜっていうのは誰がやってるかと言いますと、実はここで出てくるんですね。細胞が分裂するときにこの核っていうのが2倍になって分裂する、2倍になって分裂する、2倍になるときにこれ実はここら辺とここら辺に、あ、じゃあ2倍になるよって教えてくれるやつらがいるんですね。それも DNA 遺伝子に組み込まれてるんです。こいつらが頑張って発動してくれると、よっしゃ行くぜっつって2倍になって分裂してくれる。しかもこいつにはですね、これ止めるよっていうかっていう遺伝子もあったりとかするんですね。だからこいつは止めるよって言ってくれたら、あ、分かった、じゃあそれ以上の数増えなくていいよって教えてくれるのもまだこいつらなんですね。でこいつらのおかげで何が起きているかというと、改めてブチッとちぎれたところが増殖増殖しないでねってやってくれるわけなんですね。もしくはちゃんと増殖してねってやってくれるわけなんですね。なので遺伝子が全部細胞の増殖をコントロールしてくれているという話になるわけです。めちゃくちゃ難しいのでもう一回言います。細胞の増殖をコントロールするのは遺伝子、いわゆる DNA なわけなんですね。こいつめちゃくちゃ大事なんですよ。もしこいつが狂ってしまったら、もう察しのいい人はわかるかもしれません、これが狂ってしまったら、ダメージを受けてしまったら、じゃあどうなるかというと、はい、そうなんですね、細胞の増殖が止まらなくなってしまう可能性があるというわけなんです。それを何と言うかというと、はい、これがガンってやつなんですね。もしくは細胞の増殖止めようぜっていう遺伝子が壊れてしまったら止まらなくなっちゃう、それだけじゃないです。ガンにならないように増殖しようぜって言ってるやつらもおかしくなってしまった時にはガンの増殖いくぜってなってしまう、これがまたガンっていうやつなんですね。この遺伝子、この遺伝子がダメージを受けると傷がつくと増えてっちゃうよ、ガンになっちゃうよって話したんですけど、じゃあ誰が傷つけんだよって、そういう悪いやつ誰だ、どこの強盗だって話になるじゃないですか。これ実は身近なものなんですね。紫外線だったりだとか、そういうのも DNA を傷つけてしまうわけですね。例えば日焼けサロンなんていうのは有害な紫外線が出てるなんていうふうに言われてますね。遺伝子めちゃくちゃ傷つけちゃうよみたいな、ある国では禁止になったりしますね。他にも嗜好品だったりとかですね、僕の大好きなお酒もそうですね、あとはまあ仕事から仕方ないことだったりとかですね、工場で働く人はやっぱり化学薬品のね暴露があったりしますし、なかなかやっぱり難しいことたくさんあるんですね。防ぎたいと思っても防ぎきれないこともあります。ちなみになんでそういう物質がですね人間の体を傷つけてしまうのか、がんになってしまうのかと言いますとですね、もうちょっと丁寧に解説をしますと、さっき手が傷がつくとっていう話しましたね。傷がついたらどうなるか、周りが増殖することによってで、そこを補ってくれますよっていう話をしましたよね。傷ついたら増殖をして補いますよ、なんですね。なので、傷ついたら増殖して補うので、こいつが何度も何度も分裂する必要があるんですね。何度も何度も分裂するときに、この二重螺旋構造が、これすげえ濃くなって、ブチッとちぎれて分裂する。この二重螺旋構造がめちゃくちゃ2倍体になって、めっちゃ濃くなって分裂する。めちゃくちゃめちゃくちゃって言ってる間に、これ、めちゃくちゃ難しいことしてそうな気しませんか？この途中でエラーが起きそうな気しませんか？ということで、このさっき大事だよって言ったこの赤い遺伝子ですね、この遺伝子がもしかするとミスって複製されちゃう可能性もあるんですね。ミスをしてこれ分裂してしまう可能性がある。ミスをして分裂したらそこの部分がミスっちゃうわけで、そうするとやっぱりがんになる可能性がありますよっていう話なので、あんまり傷つけることをし続けちゃいけませんよっていう話になります。例えば僕なんか大酒飲みなんであれなんですけど、ガブ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 アルコールを飲むわけですね。でガブガブ飲んでたら当然ここのね食道とか胃とかをガブ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 傷つけるわけですね。でガブ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 傷つけていれば、当然細胞もやっぱりダメージを受けちゃいます。手の時のアルコールだってあんなに刺激があるのに、あれをここら辺にやってんだから粘膜が傷つくに決まってるんですよ。それがですね、さらにアルデヒドに変わって、アルデヒドってあれですよ、ホルムアルデヒドとかあれの仲間ですよ、アルデヒドです。もう害がないわけないですよ。あれがですねさらに傷つけるわけです。ということで、いろんな癌の原因にやっぱりアルコールがあったりとかするのはですね、こういう仕組みがあるんですね。ダメージをたくさん与え続けるとやっぱり再生を何度も何度も繰り返してしまうから、こういう風にね分裂する時にあれダメージ受けちゃったなって傷ついてるなって、そこ止まんなくなっちゃうなっていうことで、このがんになってしまったりとかするという話になるわけですね。ここら辺はがんのリスクファクターとかがんのリスクっていう話になってくるんですけど、今日の話はね本題がちょっと違うのでね、今日もここら辺にしておきましょう。ただこれアルコールに関してもですね、他の嗜好品に関してもですね、もしくは仕事の話もちょっとしましたけども、やっぱり生活を切っては切り離せないものだったりするんですね。全部カットするが絶対無理です。人間全部カットしようなんてどんなに頑張ったってもう引きこもったって無理です。なのでがんになる要素っていうのはですね、自分だけのせいじゃないことがたくさんあります。まずここら辺はですね、リクエストいただければまたね動画にしたいと思いますので、コメント欄にぜひ書き込んでくださいね。あ、そうそうそう、コメント欄ですね、たくさん書いてください。例えばですね、自己紹介、最近嬉しかったこととかですね、夢目標頑張って
ていることだったりとか、動画の感想、勉強になったこととかですね、あ、もうぜひコメント欄にバンバン書いてください。そのコメントを読みながらですね、僕も動画をどん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 アレンジして新しい動画作りますので、ぜひね、皆さんコメント欄に書いて、いろんなリクエストください。よろしくお願いします。そしてね、ガンについてね、もうちょいお話しさせてください。ガンっていうのは皆さん、転移って言葉聞くと思います。転移って何って皆さんちょっと思いませんでしたか？この転移っていうものをちょっと細かくミクロな話でね、説明させてください。簡単に言ってはいけない言葉っていうのはね、ちょっと出てきます。ちょっとさっきのこの絵を使いましょう。この絵何だったか覚えてますか？ちょっと僕が忘れちゃったんで新しく書き直しましょう。ズバーッとこれね、切れちゃった時に、まあ周りの細胞が増殖してくれるよって話しました。なのでこういう風にあった時にね、ちょっとこっちがズバーッと切れちゃった時にこういう風に消えて、それで隣の細胞たちがこれ増殖してくれて、それでこうやってまた、まあこうやってね、こうやって増えていくよっていう話ですね。で、増えていってくれたんですけど、これ間違ってこの細胞のところですね、細胞の核の中の DNA ですね、この DNA がうまくこれ複製してくれなくて、それでちょっとミスっちゃったよと。ミスっちゃって、これちゃんとこういう風になってくれたらよかったものの、そうじゃなくてすごいたくさん増えちゃったよって、こういう風にね、周りのところにもすごいたくさん増えちゃったよってなったとするじゃないですか。それはまだいいんですよ。その状態からさらに、これ実はですね、ちょっと言ってなかったんですけど、細胞と細胞の間にはですね、これすごい B みたいなこういうやつがあるんですね。こういうタンパク質があるんですね。これなんていうかっていうと、これ細胞間接着とかって言ったりするんですけど、ちょっと難しいんですけどね。細胞間、あ、スペース間違えちゃった。細胞間接着、接着剤の接着ですね。細胞と細胞の間にある接着という風に書いてですね、細胞間接着って言うんですけど、っていうですね、タンパク質がここにこういう風に杭打たれてるんですね。これですね、がん細胞ってミスっちゃって、これまた増えて増えて増えてってやっていくんですけど、うまく増えてくれればいいものの、このタンパク質がですね、これうまく作られなかった時は、こいつどっかにピヨピヨピヨって行っちゃう可能性があるんですね。で、ピヨピヨピヨって行っちゃうのが何かっていうと、これ血管に乗ってピヨピヨピヨってどっか行っちゃうんですね。血管に乗ってどっか行っちゃった時に、そのどっか行っちゃったところでまた増え始めてしまう。これを何と言うかと言いますと、はい、これが転移ってやつなんですね。で、皆さん多分転移をしているとなんかステージが進むみたいなこと聞いたことあると思うんですけど、じゃあ今度ステージって何っていう話だと思うんですよ。で、ちょっとステージって話させてもらいたいと思います。はい、ステージですね。ステージ、これ日本語で言うとですね、進行度って言ったりします。がんの進行度ですね。これがですね、最初は0から始まります。0期から1期、2期、3期、そして4期っていう風に進むわけですね。なのでステージ4、ステージ4とかでこうよく医療系のドラマとかで言われてるのはですね、この4期のことを言うわけですね。進行がどんどん進んでますよって時に4期とかっていう話をしたりとかするんですが、これじゃあどうやって決めんのって話じゃないですか。で、これどうやって決めんのかっていうと、 TNM 分類っていう分類の仕方を使って、これを数字化してですね、それでステージ決めていくわけですね。そしてこの T ってじゃあ何っていうとですね、そのがん細胞、その細胞の深さだったりとか広がりだったりとかですね、どれくらいがん細胞がそこで深くなっていってるかどうか、広がりとかですね、これがまず T ですね。そして NN っていうのが何かっていうと濃度、これですね、リンパ節って意味です。リンパ節がどれくらい転移してるかっていう感じですね。そして最後 M ですね。 M は他のところの臓器とか違うところまで飛んでってないかどうか、これですね、メーターとかってやつですね。どん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 飛んでってないか、いわゆる転移ってやつですね。これで TNM 分類を使ってこのステージっていうのを決めます。で、人間の体、大腸がん、膵臓がん、胃がん、いろんながんがあります。それぞれの臓器のがんごとにですね、このステージ分類、点数の決め方が違います。点数の決め方が違うということは、このステージ分類が違うということです。ステージ分類に合わせて治療法が変わります。なので手術をする、抗がん剤治療、放射線治療、いろんな治療があります。その治療はこのステージを使って、まあ、先ほどの TNM 分類を使ってこういう風に決めているという流れになるわけですね。なんでこのお話させていただいたかというとですね、日本人の2人に1人はがんになるという時代になっています。なのでですね、その時にですね、知識がないとやっぱり不安はものすごく強くなります。人間っていうのはですね、もう知らないことにやっぱりすごく恐怖を覚えるんですね。自分たちが幼い時ですね、お化けってすごい怖かったじゃないですか。あれって人間って目に見えないものとか分からないことに対して恐怖を覚えて知るようにできてるんですね。なんで医療に関してはですね、特に難しいことめちゃくちゃあるので、しかも勉強しようと思った時にはですね、ものすごい大変だったりとかするので、普段から余裕のある時に勉強しておいてほしいなということで、こういうお話をさせていただきました。もしですね、こういう風に医学の勉強、医療の勉強を普段からね、身につけておこうと思う方はですね、画面の下にチャンネル登録というボタンがあります。このチャンネル登録のボタンをですね、ポチッと押していただいてですね、普段から医学の知識を身につけられるようにしておいていただければと思います。そしてもしね、いい動画だなと思ったら高評価のボタンとかを押していただけると、 YouTube 側のシステムで他の方の興味がありそうな方のところに届きます。そうすると医学の知識がね、どん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 広がっていくことになりますので、ぜひご協力をお願いします。あと、もし身近に知り合いの方でこういう情報必要そうな方がいたら、動画のシェアもお願いいたします。みんなで知識を身につけて、いざという時のために備えておいていただければと思います。さて、ここからがですね、言ってはいけない禁句というものになります。おそらくですね、皆さんの中にも、あー、これ言ったことあるって思う言葉がある方もいると思います。もしくはね、言われたことあるわ、それムカついたわって思う方もいらっしゃると思います。ぜひコメント欄でね、いろんな経験ね、皆さんで共有させていただければと思います。それでは本題いきましょう。がんの患者さんに言ってはいけない言葉第5位です。がんの患者さんに言ってはいけない言葉第5位、元気出しなよ。
第5位は元気出しなよですね。ちょっと書いてみましょう。元気って書きました。小さすぎて元気はなさそうな感じですが、ここからはですね、皆さん自分が癌になった時のことを本気で想像しながら聞いてみてください。絶対に第三者の視点で聞かないでください。ちょっと今目をつぶってみていただいてですね、自分が癌になった時のことを本気で想像しながら聞いてください。例えば皆さん今久々に健康診断を受けて、その結果待ちです。診察室の前で待っています。ですがなかなか呼ばれません。何かあったのかなと思うぐらいドキドキします。でも自分はそうなるはずはないと思っています。そして診察室に呼ばれます。何やら先生は少し険しい顔をしています。まあ医者なんてみんなそんなもんかとも思います。ですが先生にこう言われます。あんまり良くないものがあるかもしれません。皆さんおそらく何がどういうことって思ったと思います。おそらく今頭の中が真っ白になってるかと思います。その後家族のことだったり職場のことだったり仕事のことだったり今後の自分のことだったりとかいろんなことを考えます。ただ頭はやっぱりうまく回りません。その後先生に言われたこともあんまりうまく思い出せません。そしてその後家族とか友達に会いました。そこで勇気を持って打ち明けます。元気出しなよ。皆さんどんな気持ちになりましたか？まだ目閉じてる方いらっしゃいましたら、あの目開けていただいて大丈夫です。ちょっとこれですね、実は僕が昔やってしまったエピソードなんですね。医療系の学生さんが見てくれてると思うので、もう恥を忍んで話します。僕自身が研修を終わってですね、内科医成り立ての時ですね、初めてですね患者さんにがんの告知をする時ですね、それまでに学んだ教科書の知識とか上司の身を見まねで真似したりとかしてですね告知をするわけですよ。2回目の外来の時にですね、もう本当にその患者さんすっごい落ち込んでて、すごいこうやって下向いててですね、なんとかしなきゃいけないなと思って、患者さんに元気出してもらいたいなと思ってですね、その時に言っちゃったんですね、元気出してくださいって。そしたらその患者さんですね、すごい顔して僕の方を見て、いくら先生でも許さないよって言われたんです。今でも思い出すとどうしてあんなこと言っちゃったんだろうと思うんですけど、なんか後悔ですごい胸が苦しくなるんですけど、元気なんか出せるわけないんですよ。後でですね、この言って OK な言葉のところでお話しさせていただくんですが、元気になりなよって言葉はですね、なかなか辛い言葉です。さてこれはまだまだ序の口です。ここから第4位第3位とどん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 強くなっていきます。がんの患者さんに言ってはいけない言葉、第4位大丈夫。第4位は大丈夫ですね。ちょっと書いていきましょう。大丈夫、これですね、言っちゃった経験がある方多いんじゃないでしょうか。一方でですね、まあこれは言っちゃっても大丈夫なんじゃないかなって思った方もいると思うんですよね。でもやっぱりこれタブーなんです。もう一度想像してみてください。いいですか。今皆さんはがんと診断されました。病気とか進行度とか全然関係ありません。そこでなんか友達か知り合いかわからないような人にですね、こう言われるんですね、大丈夫って。お前に何がわかるんだよって感じになりませんか。実はこれ知り合いレベルとかじゃなくてですね、家族とか友達とか親友とかに言われてもそうなんですよ。大丈夫大丈夫だよきっと。何を根拠にそう思うんだって思いません？世の中に大丈夫なことなんてあんのかって、証明してみろ。いやそれ言わないかもしんないですけど、思うかもしれませんよね。しかもこれ医者にも言われても同じなんですよ。僕は言いますよ、大丈夫です、心配しなくても治ります。大丈夫なら絶対に助けろおめえ、思いませんでした今。いや言わないかもしれないですけど、なんか一言だなって思いませんでした。はい、皆様お察しの通りですね、やらかしたのは私です。60代の男性の患者さんですね。これまた僕が研修を卒業したての時ですね。もうその患者さんの検査もですね、十分にし尽くして、まあさっき転移ってお話しましたけど、転移がないことも確認してからやっぱり手術っていうのはするんですね。病気をきちんと決定してから手術をするわけです。なのでもう他の検査も全部やり尽くしてですね、あなたはもう大腸がんの初期だから、初期で見つかってよかった、あとは手術するだけだってなってですね、かなり僕も話をしていてですね、かなり信頼関係もあるなと思っててですね、で手術の前の日に入院しててですね、それで心配もあるかなと思ってですね、患者さんの顔見に行こうと思って、まあ病棟に顔出してですね、そしたら結構明るい感じだったんですよ。まあそれで結構ね、いつも通り話をしながらですね、僕はですねポロッとですねこう言っちゃったんですね、大丈夫ですよって。そしたらですね、その患者さん泣き出しちゃって、いやいや先生心配なんだよ、不安なんだよ、怖いんだよって、手術もガンもって、で本当に申し訳なくて俺もその場で泣いちゃって、そしたらそこ大部屋だったんですけど、そこにいる患者さんも全員泣き出しちゃってですね、そこにたまたま回ってきた看護師さんが僕の顔を見た時のね、あーまたこいつやらかしたなみたいな、その顔は一生忘れませんね。いいですか、今これ見てくれてる医療系の学生さん、いいですか、俺の失敗談を生かしてですね、患者さんをたくさん愛して幸せにしてあげてくださいね、お願いします。さて話がそれましたが、たとえどんな病気でも、それが癌であったとしても、患者さんの不安が消えることはありません。もしかすると場所とか状況によっては大丈夫って言って安心してもらえることもあるかもしれませんが、相手の気持ちを考えずに大丈夫大丈夫なんて言ってたらですね、それはいつの間にか患者さんを傷つけてることがあるかもしれません。それでは第3位に移りましょう。癌の患者さんに言ってはいけない禁句、第3位、元気になるのを待ってるよ。第3位はこれですね、元気になるのを待っているよですね。ちょっと書いていきましょう。これ実はすごく優しい言葉に聞こえるんですが、状況や場合によってはですね、すごく辛い言葉になることもあります。
例えばがんと診断されたばかりでがんについてもよくわかんないし、その上先生が言ってる話も専門用語ばっかりで、自分が今どういう状況なのかそれもよくわかんないし、検査の結果待ちで不安でたまんない状況で、ひとまず家族や職場の人に迷惑をかけないように報告しただけなのに、その時にですよ、元気になるのを待ってるよなんて言われたら、もう俺って治療に専念しないといけないレベルなのっていう風になりますよね。一気に何かを失ってしまう気持ちになるかもしれません。お金のことだって、家族のことだって、友達のことだって、仕事のことだって、本当にいろんなこと考えなきゃいけないことがブワーってこうやって押し寄せてきて、その時に元気になるの待ってるよって言われたらですね、思うと思うんですよ。ここまで話聞いてきてですね、おそらく皆さんもしかするとがんの患者さんと話すの怖いんだけどぐらいに思ってる方いると思うんですよ。実際にこれまで病気を持ってる患者さんと話するときにですね、どう話したらいいかわからなくなった経験ある方もいると思います。なので今日はですね、第1話で話した後にですね、言って OK な言葉っていう話もします。ちょっと長いんですけどね、引き続きご視聴いただければと思います。これはですね、第3位までと比べてですね、もっともっと意外かもしれません。がんの患者さんに言ってはいけないキンク第2位、がんの家系ですか、がんの家系ですかですね。ちょっと書いていきましょう。確かにですね、周りの人がね、親身になればなるほどですね、より良い言葉をかけてあげようって思えば思うほどですね、何か力になってあげられないかなって思えば思うほどですね、今どういう状況なのか、今後その人がどういう風になってしまうのか、今その患者さんがどういう状況なのか、今後はどうなるのか、当然気になります。その時ですね、まあ なんていうかちょっと言い方難しいんですけど、当たり障りのなさそうな言葉ですね、がんの家系ですかっていう質問だったりですね、病院では何て言われたのとかですね、もっと詳しく教えてとかですね、もっともっと詳細を聞きたくなってしまいます。確かにですね、信頼関係とか状況によってはですね、話すことによって楽になることもあると思います。ですが逆に信頼関係とか状況によってはですね、聞いてしまうことで深く傷つけてしまうこともあるんです。まあこれもまた私のね、情けないエピソードなんですけど、医者になってまだ日が浅い時ですね、僕自身もかれこれ10年以上やってるんですけど、その患者さんはですね外科病棟で治療してたんですね。抗がん剤治療していました。その時内科的な治療も必要になりましてですね、内科に紹介があってその患者さんを僕が見ることになりました。診察させてもらう前にですね、カルテは確かに見てたんですけど、信頼関係作んなきゃいけないなと思ってですね、まあ僕のいつも通りの感じで話をしていました。普段はどういう生活されてるんですかとかですね、仕事の話とか家族の話とか趣味の話とかですね、いろんな話をしました。その時ですね、皆さんもしかするとご存知かもしれませんけど、家族歴っていうものですね、知らない方もいるかもしれないのでちょっと書くとですね、家族の歴、歴史の歴ですね。なので家族に病気があるかどうかっていう話なんですけど、一番初めにですね、今日ここでこの話をしたくてちょっと出したんですけど、一番初めに受精卵、卵から始まってですね、この細胞がどんどんどん増殖していって、まあ、人間の体になりますよというお話をしました。なのでこれのさらにちょっと前のホワイトボード、これですね、ママの卵からですね、パパの愛がこうやって入ってきたよって時にですね、この中にですね、ちょっと細かい話をすると、このパパの愛の中にはですね、二重らせん構造になるこの1本ですね、この1本が入ってるんですよ。同じようにこの卵の中にもですね、これ1本入ってて、これが中に入った時にこれ二重らせん構造になるよみたいな、なんかイメージそんな感じです。1本の遺伝子と1本の遺伝子が合わさって二重らせん構造になりますよみたいな、なんかそういう感じなんですね。医療系の学生さんは原数分裂とか体細胞分裂とかきちんと勉強するんですよ。でお父さんお母さんからもらった細胞がどん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 こういう風に増殖していくよって、遺伝子がどん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 増殖していくよっていう風になるので、なので家族歴聞いておかないと、今後のね、なりやすい病気だったりとか、なぜその病気になったのかとか、そういうのも全部踏まえた上で治療しないと治療方針変わってきちゃうんですね。なんで医者の中ではですね、家族歴って聞くのは結構当たり前なんです。というか最初の問診票のところにですね、家族歴って書くじゃないですか。ざっくり言うとですね、遺伝子は親からもらってるものなので、病気になりやすい遺伝子っていうのを受け継いじゃってる可能性もあるんですね。なのでいつも通りこういう風に質問したんですね。家族にご病気の方はいらっしゃいますか。そしたらですね、その患者さんはですね、それまたすっごい優しい顔してたんですけどね、いっぺんすっごい形相でですね、家族のせいだって言うんですか。僕その時にですね、そこって思ったんですけど、また後で解説するんですが、がんを含めてですね、病気になった時は誰しもがまずですね、自分って思うんですね。で自分のせいじゃないって理解したとしてもですね、誰かのせいかもしれないって少し思うんですね。それが家族のせいかもしれないって絶対に思いたくなくても、一瞬でもよぎったりとかするとですね、思ってしまった自分が嫌な気持ちになるんですね。なわけないのに何考えてんだ俺は。そんな風にですね、いろんな複雑な気持ちがこういう風に絡み合ってたりとかするときにですね、初めましての人間ですよ、そんなやつに医者だとしても、家族に病気の方はって言われたら、多分俺でもですよ、はてめえカルテに書いてあるはずだろ、見ろやって思うかもしれません。確かに後ですね、その患者さんが入院してた外科病棟のカルテ見に行ったらですね、確かに家族歴ありって書いてあってですね、ああいや本当に悪いことしたなって思ったのを覚えてます。でも皆さんですね、家族歴はですね、治療方針に関わることがありますので、どんな病気の方もですね、家族歴は必ず伝えるようにしてください。問診票に家族に病気の方はいますかって書いてあると思うんですよ。そこ少し丁寧に書いてくださいね。聞かれる筋合いはないとかですね、薬だけくれればいいカスとかですね、そういう風に書いてた人いますけど、それは怖い師匠さん呼びますからね、よろしくお願いしますよ。さてそれでは第1位です。しかもこれ医者が言った言葉です。いきます。がんの患者さんに言ってはいけない言葉第1位、病気は天罰。さて書きましょう。天罰ですね、書いていきます。
これも私が昔経験したエピソードです。ある患者さんがいました。その患者さんはですね、他の病院でですね、がんと診断されて、セカンドオピニオンっていうのを求めてですね、うちの病院に来ました。そうですね、なぜそうなってしまったのか、さまよった挙句の果てにですね、間違って私の外来に来てしまいました。私、ただの内科医です。来るに至った経緯を聞きました。なぜあなたは今ここに？その患者さん、第一声、こう言ったんですね。先生、病気は天罰ですか？びっくりした。もう一回聞き直したんですよ。やっぱりそう言ってました。病気は天罰ですか？それで私いつも通り言いました。いやいや、病気は天罰ではありません。病気は理不尽なものですって言いました。そしたら今度泣いちゃったんですね。たまたまその時にね、後ろ通りかかった看護師長さんがですね、またやったよこいつみたいな顔してたのも忘れませんけどね。よく聞くとですね、その患者さんはですね、膵臓がんの診断で主治医の先生に、まあその先生おじいちゃん先生だったらしいんですけど、酒のせいだ、食事のせいだ、天罰だって言われたらしいんですね。さらにその上にこう言われたんですって。好きなことを思う存分するといい。もう好きなものもガンガン食べていいよ。あんたの寿命だよ。人は必ず死ぬから。まあ、昔ちょっと血糖値引っかかってたからそれ言われたらしいんですよね。で、俺めったに人のこと嫌いになれないんですけど、人生これまで大体5人ぐらいしか嫌いになったことないんですけど、なんかこううまく言えないんですが、なんかすっげー嫌な気分でした。しかもですね、それで俺またなんかすっげーむしゃくしゃしてすっげームカついてですね、その先生のフルネーム聞いてですね、もうめっちゃネットで調べたりとかしたんですよね。そしたら別にその先生結構バイトできてただけで、全然がんについて詳しいわけでもなければ、なんかその時にたまたま言っただけらしくてですね、もうなんだと思ってんだろうと思ってですね、今日これ話したくて動画撮ってるのかもしれません。いやでもちょっと後でまあ大切な話するんでこっちの方を聞いてほしいんですけど、でですね、このただの内科医もですね、きちんと専門の先生に紹介してですね、幸いなことにですね、感知したよっていう手紙がですね、病院に届きました。本当良かったです。きちんとした先生に見てもらえて良かったなと思います。皆さんでもこれ聞いてどう思いますか？もうなんかたーって感じじゃないですか。もう絶対コメント欄にガー書いてくださいね。ムカついたの俺だけ？でですね、これからですね、言っても OK な言葉の話をするんですが、この先生もそうですけど、医学の知識があるかどうかとか、まあ別に専門レベルじゃなくてもいいと思いますよ。知ってるかどうかだけでかなりの差が出てくると思うんですよね。自分だけじゃなくてですね、もう他人のためにもですね、勉強って絶対しなきゃいけないものだと思うんですよ。で、そこでですね、ここに書いてあります、ヘルスケアアカデミーというものを僕作りました。ヘルスケアアカデミー何やってるかっていうとですね、毎週金曜日に定期的に配信があります。医学の知識が身につく配信です。医者同士で集まって、専門の先生たちで全部集まって、ぐわーってもう超絶濃い内容にしてですね、それを LINE だったりメールだったりで届くようなサービスにしてあります。プラスアルファ、毎週金曜日に定期的にオンラインセミナーがあります。この定期的にっていうのがポイントで、毎週金曜日勉強する癖がついてればですね、生活習慣に組み込むことができるので、いやっちゅうほど医学の知識が身につきます。毎週金曜日定期的に全然違う科の先生の話があります。僕の話だけじゃありません。いろんな科の先生がいろんな話をしてくれます。僕は内科医なんですけど、外科の話だったり、緩和ケアの話もしています。緩和ケアの先生だったり、本当にいろんな先生が話をしてくれます。普段絶対に勉強できないようなことが勉強できます。ヘルスケアアカデミーおすすめです。どうやったら入れるのっていう質問なんですが、この僕の動画の下のところのこのタイトルのところですね、ここポチッと押していただくとですね、これヘルスケアアカデミー、ここもう一発ポチッと押すとですね、ヘルスケアアカデミーの入り方、ここですね、ヘルスケアアカデミーにリンクがあります。ちょっと小さくて見にくいんですけど、ごめんなさい。ヘルスケアアカデミーのホームページに飛ぶことができるので、医学の知識ちゃんと身につけなきゃいけないなと思った方はですね、思った時に行動です。ぜひヘルスケアアカデミー入ってください。よろしくお願いします。ちゃんと身につけた知識があればですね、天罰だなんて話に絶対なりませんからね。さて、言って OK な言葉っていう話をします。人を傷つけないためにも、大切な人を大切にするためにも、いざという時の自分のためにも、いろんなことを勉強してほしいと思います。みんな高いお金払って贅沢なもの買ったりしますけど、大切な健康のことについてはあんまり興味持たなかったりするんでね、その時になったら考えりゃいいや、大体の人が思ってるんですけど、その時にはいろいろ後悔するんですね。ぜひヘルスケアアカデミー入ってください。お願いします。それでは、言って OK な言葉のお話をしましょう。がんの患者さんに言ってもいい言葉。これまでいろんな話聞いてきましたけど、なんかこの言葉かけりゃいいやって言葉ありそうですか？実はこれないんですね。本当に人によります。この言ってはいけない言葉が喜ばれることさえあります。逆に対して仲良くなかった人に言われる言葉の方がね、逆に嬉しかったって時もあるかもしれませんし、その逆も当然ありますよ。コミュニケーションの観点で言えば正解はありません。むしろ無言の方がいいことさえあります。ほっといてほしいよって皆さんも思うことあると思うんですよ。詳しく聞かれるのが鬱陶しいこともあると思います。だから大切なのは、自分が言いたいことを言うのではなくて、押し付けるのではなくて、相手が話したいこと、求めていることを聞くということです。ちなみに僕はですね、宗教とか全くなく無神教です。ただの医者という科学者ですから、医学の知識をお話します。僕がですね、昔医学生の頃ですね、緩和ケアに興味を持ってですね、岩手の方の病院に行ったんですね。その先生に教わったことをお話します。キュブラーロスの5段階っていうですね、悲しみの段階とかっていうのをですね、形にしたものがあるんですね。ちょっとそのお話をします。キュブラーロスの5段階ですね、1、2、3、4、5、1、2、3、4、5とあるわけですね。まず
ず一番初め、すっごい嫌なこと、病気だよとか診断された時ですね、まず一番初め否認拒否ですね。いやいやいや、そんなわけないでしょって思うわけですよ。どんなことでもそうですね。嫌なことがあったら、なんでそんなことないでしょって思いますよね。これ否認拒否っていうのがまず一つ目です。そして二つ目、怒り抵抗ですね。なんで俺はこんな風になんなきゃいけないんだ、不公平だろ、すごく八つ当たりしたい気持ちになります。他者に怒りをぶつけることもあります。そして三つ目ですね、三つ目ちょっと難しいんですけど、取引苦しみですね。ちょっとこれですね、少し宗教の考え方ですね、海外のキリスト教とかそっちですね、そっちの考え方があるので、神様とか仏様とですね、まあ、取引をすると、何かっていうと、何もいらないから家族のことは助けてほしいとかですね、この出来事は夢であってほしいなっていう、こういうなんか取引ってやつですね。ちょっと日本人にはね馴染みのない場所かもしれないですけど、取引苦しみっていうのがあります。まあ苦しみはわかりますね。そして4つ目、抑うつですね。この取引がうまくいかないなと思った瞬間にですね、こっちの抑うつ、現実を直視してですね、無力感が深刻になります。大切な人と別れなきゃいけないんだとかですね、人から癒されることのない絶対的な悲しみ、そういう気持ちになります。そして最後5つ目ですね、受容ですね、受け入れるという流れになります。自分自身との現実とか現状をですね、静かに受け入れます。だけどこの時は相当な苦痛もあります。僕ですね、これをですね、その先生に聞いた時にですね、まあクソ医学生ですね、本当にね、最低ですね。また恥を忍んでですね共有するんですが、この丸にあるじゃないですか、すごいっすよこの医学生、ゴミですよマジで。患者さんなんで怒ってんですか聞いたんですね。やばいっすよね。その先生ですね、それでも優しく教えてくれたんですね。それはですね、死生観の話でした。その先生は言いました。日本人はですね、死ぬことがすごく嫌いです。死について口にすることは良くないことだ、縁起の悪いことだ、普段から死について考える機会がないのは日本人の良くないところかもしれない、だから急に何かがあった時にはできるだけ考えないようにしてたことなので、すごく大きなストレスを感じやすいんだよと。そんな痛みを知った上で患者さんを愛せる素敵な先生になってね。もう今思えばすごく恥ずかしいですね。その先生が教えてくれたのは、日本人がこの死生観、自分が死ぬ時までにどういう風にしたいかとか、自分が死ぬってなった時にどういう死を迎えたいかどうかとか、そういうのを普段から考える癖がないのが日本人だから、できる限り家族と一緒にいる時に、あんまり考えたいことではないですよ、あんまり縁起のいいことでもないかもしれませんけど、考えるようにしておかないと、いざという時にものすごく大きなストレスになってしまいますよ。自分が診断された時も、もしくは家族が診断された時も、統計的にもですね、日本人は2人に1人がんと診断される時代になってます。でちょっと大切な話に続きたいと思います。大切な話。そしてさらにですね、これは僕の上司が精神科だった時にですね、教えてくれたことですね。人のことを愛せるかどうかっていうのは、相手の気持ちを知るということです。自分の気持ちを押し付けるのではなくて、相手の気持ちを知るということです。それは相手に根掘り葉掘り聞くのではなく、相手のことを思いやるという気持ちだと、そういう風に教えてくれました。確かにですね、キブラノスの5段階みたいなのはあるんですけど、なんかそれを超えたですね、相手の気持ちを知って、できることをするという気持ち、できることをしたいという気持ち、多分その根本にはですね、その人に対しての愛だったり、人間に対しての愛があったりとかするんじゃないかなと思います。病気は 100% 理不尽なものです。しかもそれは急に訪れるものです。人や病気によって向き合ったり向き合えたり、向き合えなかったり、乗り越えたり乗り越えるのに時間がかかったり、いろんなことがあります。本当に医療やってるとよくわかります。もし僕が医療やってなかったら気づかなかったですね。生きるのってめちゃくちゃ大変です。なんでこんなにいつも綱渡りなんだろうって思います。なので決して決めつけたりしてですね、こういう言葉を投げかけるんじゃなくて、天罰なんかもう持ってのほかです。それはあの先生だけが。自分の気持ちを押し付けたりしないで、相手と、そして自分への愛を大切にしてほしいなと思います。おそらくいろんな方がね、この動画を見るのね、すごくためらったと思うんですけど、どうしても聞いてほしかったことで、すごく俺自身も触れづらい話題なんですけど、どうしても話したかったことで、事前に知っておいてほしい話だったので、改めてね、人生や死生観について大切な人と話し合ってくれたら嬉しいなと思います。普段から知っておいてほしいこと、考えておいてほしいことを発信チャンネルでは話します。これからもいろいろなテーマに触れていきたいと思います。ぜひね、画面の下にあるチャンネル登録と高評価のボタンを押してお待ちください。そしてもっといろいろなことを学びたいなと思った方、自分のためにも大切な人のためにも、医学について学ぶ、医療について学ぶ、普段から学ぶ方法はヘルスケアアカデミー、いろんな科の先生が話してくれます。アカデミー生の方もね、ヘルスケアアカデミー入ってからの感想コメント欄に書いてくださいね。病気は 100% 理不尽なものであって、そして生き物だからこそ必ず訪れる病気や死というものだからこそ、今のうちに人生について、そして目を向けたくないかもしれないけど、死生観について、家族や大切な人と一緒に考える機会を持ってもらえたら嬉しいなと思ってこの動画を撮りました。最後まで見ていただきありがとうございます。以上、ドクターハッシーでした。ありがとうございます。